皆さんこんにちは。団体さんいらっしゃいの番組が始まりました。本日のゲストはジャズシンガーのリッキーさんです。リッキーさんどうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。今日は足元の悪い中を来ていただきましてありがとうございます。雨お招きもう野崎でも活動して長いよね。そうですね、ちょこちょこいろんなものに出させてもらって、ね、で住まいもね。そうですね、野崎ですよね。野崎ですので、ね、もう住まいは何年前に。もう15年、18年ぐらいですかね。あ、18年経つ。そうですね、経ちますね。それでは今日はちょっとリッキーさんの活動内容をちょっといろいろとお聞きしたいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どんな活動をされてるんですかね。これで、ですね、いきます。はい、シンガーとしてのまず活動、はい、をちょっと教えていただきたいんですけれども、これはちなみに、これは野崎でやった、ライブなんですけれども、はいはい、2年前に、はい、野崎参り公園でゴ、はい、ールデンウィークのイベントがあった時に、ちょうど野崎参りの頃ですね。あ、そうです。はい、5月の、ね、はい、時ですね。はい、はい、させていただきました。ここはまた商店街の近所で、サイさんというお店で、そうですね、はい、でさせていただきました。この方はちなみに、まあ、この方もすごく素敵なバイオリニストさんで、はい、あのメジャーの CD とか、まあ、いろんな、ね、あの活動をされてらっしゃいまして、はいはい、まあ、スターのねバイオリン演奏なんかにも行かれる方を野崎に来ていただいて、でもそういう方といろいろつながってるってすごいね。そうです ね、ありがたいことにお知り合いになれる機会がありまして、なかなかそういう風な方と知り合う機会に、どういう場面でそんな方といろんなジャズの、そうです ね、あのなんかイベントとか通してまた人を介してなんですけど、いいご縁にあの巡り合えることが多いですね。なんか紹介とかが多いですね。すごい。でもいろんな活動されてるから、またこれはどんなところ。あ、これはね、枚方の、あ、枚方イタリアンレストランでの写真なんですけど、お食事してあと、まあ、見るとか、ね、食事しながら見るとか。あ、そうですね、あの、まあ、ジャズシンガーとして、まあ、ジャズのライブハウス、これもあれですね、平方の、あ、そうですね、まあ、ジャズバーとかね、はい、あと大きなイベント、はい、高槻、これはジャズストリートなんかですけれども、ああ、高槻はジャズがすごいね。ねえ、出てる。あ、あの過去もう10年ぐらいですか。10年ぐらい、はい、ね、させていただいてます。すっごい、あれですよね、メンバー多いですよね。多いですよね、もう埋もれてしまう、ね、で、か、何箇所でやるのか、もうすごいですよね。300ぐらいの会場で。あれは何年続いてるんですか。あれはもう、でも15年、20年までは行ってないですけど、うん、あの私もまだ高槻に師匠がいて、その高槻ジャズストリートを立ち上げをやってらっしゃった師匠がいて、その頃から、うん、あのお手伝いをさせていただいて、ありまして、やっぱり続けることによって、うん、いろんな方と知り合って、うん、そうですね、ね、場所的にもね、これもすごいおしゃれな、これはね、森口のね、レストランなんですよ。あ、そう、うん、このクラリネット奏者もまだ若手なんですけど、今関西でトップでイケメンクラリネットみたいに言われている、あのクラリネット界の貴公子って言われている。あ、貴公子すごいね。でも定期的にやることによって ね、やっぱり見に来られる方もね、うん、楽しみにしてね。そうですね、ありがたいですね。不安がいてますよね。そうですね、ありがたいですけどね。ね、シンガー以外として MC もされてると。そうなんです、あの MC は、はい、あの20代の頃に、はい、もうだいぶ前になりますけどね、アナウンスの学校に行きまして、はい、その時から、まあ、あのプロとして結婚式の司会、イベントの司会、あ、そう、はい、あの、まあ、東京に住んでいたので、あのテレビのレポートとかをさせてもらってたんですけど、今はプロとしてお仕事を受けてないんですが、はい、うん、
のスキルを利用して、うん、あの話し方教室とか、あ、話し方教室、あ、これですね、はい、させていただいてます、はい、こんなたくさん来てたの、あ、そうなんですすごいね、ちなみにこれはどんな場面なんですか。これはどんな場面だったかなっていうぐらいですね、あの今ボイストレーナーとしても、はい、あのまあ、ジャズの歌を練習してきて、まあ、その功績とかやってきたことを踏まえて、はい、講師としてやってるんですけれども、はいはいはい、その中でボイストレーニングっていう声を出す方法の中で、うん、体作りの一環でイメージしてっていうことで、はいはい、体全体を使って、はい、あの姿勢を正したりですとか、うん、呼吸を整えたりするところですね。でもこれ野崎のここですよね。そうですね。野崎のここにこれだけのたくさんの方が話し方教室に来られて、すごいね。ちなみにどんな教室の内容ちょっと教えてもらったら。あの教室の内容は、うん、あのなんて言いますかね、あのただ単に話し方、自分がアナウンスで学んだ、はい、話し方をやるだけではなくて、はい、声の出し方、うん、その人の、うん、なんていうのかな、メンタルの表現の仕方、うん、またこう、まあ、表情から出るその声のトーンがやっぱ表情から違ってきたりとか、うん、そういったことも勉強するので、はいはい、やっぱり鼻からこう出すっていうの、そうですね、声を、うん、そうです、そうです、腹筋がね、うん、確かにすごく感じて、あ、ほんと、私ね、うん、ね、2年ぐらい前からね、うん、ちょっとスポーツをしに行って、ほんならね、スポーツする前のその声のトーンと、うん、スポーツして腹筋ができてきたトーンと、うん、またトーンが変わってきた、素晴らしい。あのね、ボイストレーニングとか話し方でもやってるんやけれども、うん、その息を流してコントロールするのに腹筋が実はパパパンと強くなって、うん、今は割と優しい声で喋ってるんやけど、こうしっかりした声を出すのもやっぱり腹筋とかがすごく必要で、そやね、すごくそれをやってて思ったんやけど、吉村さん、はい、顔にすごくいい感じで現れてて、女性なので、うん、口角は上がってる、ここは位置は高い、はい、お腹からスパーンと声が出てる、はいはいはい、やっぱりすごいと思いました。ありがとうございます。すごく褒めていただきましたね。あの吉村さんに会うので、うん、吉村さんの顔を想像してたら、うん、やっぱり理にかなっていると思いました。あ、そう、自然に何にも考えてないねんけど、そうなんです、うん、吉村さんの顔を目指したら吉村さんみたいな声になるよ。あ、そう。でも自分の声って意外と違うねんね。そうなんね、意味で自分が聞いてるのと、うんうん、改めて何かこうね、うん、あのこういうふうな、あ、自分の声ってこんなんやってんやっていうのが、うんうんうん、なんかイメージが違う時がある。そうね、自分の耳に入ってるのと、であの伝え方のね、あのことですごく言ってることが、うん、息を流してお話をしましょうということを言ってて、同じ声でも、うん、こう大きい声で息が流れてないと、なんかもう耳障りでわーって言われてる感じがして、ストレスに感じるんねんけれども、はいはい、少し呼吸をしっかり深くとって流しながら大きい声で喋ると、意外とスーッと受け入れられたりとか、違う、違うでしょ、違う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 、初めのはなんかちょっとキンキンしてるけど、もう、耳につくみたいな、でも、うん、後のはスーッと入る、ありますよね、うん、なので同じことを言っても違うっていうことで、今の営業の方とかは変えて学んで、やはり半年ぐらいで少しやっぱ変わってきてて、それを見た上司が来たりとかいうことも最近、あ、そう、うん、あ、でも営業の人なんか本当にあるよね。本当やね。あのトーク一つで、うん、あ、聞こうかなって、もうちょっと聞こうかなとか、ね、あ、もういいわとか、うん、なりますよね。私もこれ早く知ってたらもっと何か受けたかもしれない。いやいや、今からでも今からでもいけるけど。他にどんな喋り方でなんかわかる？あの結構ね、相手の深いことまでちょっとこう。
傷になっていることとかネガティブなことも、まあ、ちょこっとこうこっちがね誘導じゃないけどこうじゃないですかって言うとやっぱりそれに向こうも気づくみたいで、あ、実はこう、あ、こんなことがあったんですけどっていうことをどんどん向こうが喋ってくれるんでね、あ、やっぱりそうですかっていう感じで合致するので、あまり聞かれないことを、まあ、ネガティブなこともあるので、こう自分からは言うことはなくても、やっぱり話し方に来てくださる方に関しては、うん、あの言葉選びながら、うん、こういうところがあるので、はい、こうした方がもっとよく伝わりますよっていうことをお話ししてます、うん、それが当たってる、結構当たるみたいなすごいねでもそれはやっぱり何百人っていう人を見てるから、うんうんうん、大体こんなんかなっていうのが分かってくるようになるのかな。そうね、あと呼吸をね、あのボイトレの講師として、はいはい、すごく生徒を成長させてあげようと、で自分もあのずっと続けてきて、こうなんていうのかな、あのしぶとくやってきて、なんかね、あのいい感じになってきたので、そのねところにみんなを導こうって、どうしたらっていうことを考えて、で、ね、同調するというか、その人の気持ちになって考えるみたいなことで、その人の持ってる呼吸の速さとか、その体の感じとか、はい、全部真似してみてね研究するのに、え、例えばどんな人を真似して例えばね、まあ、すごいネガティブな人が来ました、はい、まあ、ちょっと病んでる人とかも来てたんですけれども、はい、そしたら、もう顔が暗くなるし、あ、あ、その人を真似してしまう、真似してみるの、まずは、まずね、家でね。で、なんでそうなんやろうなって思って、でその人の顔を想像する、やっぱり落ちてるなって、まずじゃあ、ここ上げてみようかみたいな感じで、このまま声を出してみましょうとかね、そうすると、やってるうちに、不思議と楽しくなってくる。やっぱ笑い顔を作ると副交感神経とか刺激されて、そういうのは本とかでもない。ヨガやってんの。交感神経、副交感神経、呼吸って言うんですよ。か深い呼吸、うん、鼻から吸って鼻から出して、そう、もうしょっちゅう言われんねんけど、それもね、深い呼吸がね、大事なんですよね。それによって副交感神経、ね、そうなんです。一番なってこう、ちょっと眠ってた、まあ、ちょっと病んでたものが起きて正常になっていくっていうことを結構見たんです、今までね、生徒の中で。そしたらだんだん笑顔も出るようになって、その笑顔が出ることによって周りからもお話しかけられるようになる、で人間関係が変わる、親子関係が変わるみたいな感じで社会復帰して、先生社会復帰までした子もいてね、すごいね、すごくそれが嬉しくて。あ、でも私もいろんなね、お客さんとか見るやんか、やっぱり声で出る人と出てない人っていうのは、うん、やっぱり顔の表情が違う、ね、違うねやっぱり喋らない子にだけやっぱ暗いね、暗いね、ちょっと暗いなとかね、ね、うん、で元気なおばちゃんはタタタッと喋るからね、やっぱり声出すっていうのが違うよね、違うよね、まさにそれに毎日こう携わってるっていうか、そうなんですね。なので、なんかこう今から自分ね、シンガーとしてすごく夢とかね、大きな夢とかはね、もちろん見続けたいと思うんですけど、その過程でいろいろ出会った人もさらにこう自分らしく明るく、こうみんなをなんか輝か、一緒に輝かしていけたらなっていうのが一番こう思い描いてる世界で、社会、それで社会貢献とか地域貢献とかできていたらすごい素敵やなと思って。でもね、みんながすごくいいメンバーさんが周りにいてると、やっぱ自然に上がりますよね、上がってくるよ ね、あの考え方とかも、いい方向にみんなも導いていってくれはるし、いろんな活動、初めの時から考えたらたくさん活動が、舞台が増えたよね、なんかね本当やね、うん、吉村さんにはもう15年ぐらい前にして、ね、もういろいろんなことも、まあ、あの刺激になるような言葉をいただいたりとか、そう、知らんわけないろんなことをね、あの、コンサート応援してもらったりとか、ちょっとお世話になったんやけど、本当にね、あのすごく
前を行くアクティブなお姉さんとして、ダメかね、そうねえ、でもね、やっぱり一つ一つね、うん、継続もそうやし、うん、実績っていうかね、うん、あ、こんなことやってきた、あんなことやってきたっていうのは自分の財産に、そうや ね、なっていくと思うんで、うん、やっぱりそれをこの野崎でやってくれてるっていうこともすごいことやし、あの、ね、きっかけはね、ふとしたこととかね、やっぱり話し方と、まあ、ボイトレをね、今講師としてやってるので、うん、そのあたりちょっと融合したね、新しい分野だったら、人に、なんかこう、誰にでも貢献できるぐらいよりも、いろんな人に、ちょっとこう、身近に感じて貢献できるんじゃないかって思ったのが、ここがあったきっかけなので、それもありがたい。あ、それちょっと本人でもいけるんだ。自分さえ行ったら何の楽器とかもいらなくて、話し方で、うん、ねえ、ね、だから上からおばあちゃんみたいなね、あの問いの教室ではやっぱ80代の人来てて、もうね、家でね、先生に会うまで家で知らんかったけど、こう顔の筋肉動かしたりとかしててって言うてはって、先生がそれが理にかなってるって言ってくれたから、すごい嬉しくて、もうやってて楽しいんですみたいなね感じで、すごい明るくね、学んでくれた花とかね、そういうのとか見たら、いやね、まだまだこう80代でも学んでくれるとかって、また小学生の子とかもね、来てくれる。だって本当に年齢関係ないもんね、話し方一つによってやっぱり良くも取ってくれるのか悪く取ってくれるのかっていうのが、もう全然違うもんね。違うもんね。で、今ネットのソーシャルの世界が流行りすぎてて、小学生でも中学生でも、まあ、まだね、小学生ぐらいの頃はいいんですけど、もう中学生高校生になると言葉でしっかり喋れなくて、喋れない人が多いんです。そう、今も本当にこうパソコンとかネットの社会では書けるけども、ね、人とよう喋らないねえ、うん、すごいそれをね、レッスンの方にも感じるので、そうやね、それを心配して親御さんがやっぱり教室に連れてくることもあるので、話し方教室、まさに今からのあれ違うねえ講座のメインになってくるの違うねえ、うん、だって面接とかとかでも喋れなくって、うん、なかなか通らないとか、やっぱり一つ面接の時はこういう風なとか、ね、教えてくださいとか、うん、これからどんどん忙しくなるかも、ね、すごいすごい、そういう風な人はそういう風な人でどうしたらいいとか、うん、マニュアル込めば、うん、そうなんですね。まだそこ整理できている感じじゃなくて、うん、今試行錯誤段階なんですけど、でもいろんな場合とかいろんなスキルが溜まってきているので、うん、整理していったらいいかもね。そうですね、あ、それ絶対いいわ、面接とか、で、なんかお友達を作りたいけどどうやったらね、そうなんですよね、作れるかとか、公演デビューとか、そうなんですよね、できない子とか、ちょっとした喋り方のコツみたいなのを、こういう時はこうとかで、その人の持ってる良さを引き出す吉村さんだったら、すごくハキハキパキパキした喋り方がね、すごく合ってるけど、はい、もうちょっとこう、なんていうのかな、ふわーっとした喋り方が合ってる人もいるので、その適性の方を、まあ、磨いていく、はい、こう伸ばしていくような感じで持ってはいくので、ね、その人が持ってるものを持ち味をね、上手にね、引き出して、いろいろ面白いな、それは面白いな今後の目標なんですけどね、はい、あ、ちょっとこれを紹介していただいたら、そうですね、今までに出されたもうこっちが10年ぐらい前になったんですけど、まあ、ファーストアルバムを作って、で、まあ、それに懲りず3年ぐらいしたらセカンドアルバムを作ったんですけど、一応このセカンドアルバムは、はい、音楽事務所の目に留まって、で、ネコチョクデビューしませんかっていうので、お話いただいて、ネコチョクデビューさせていただいてるんです、で、またでもね、やっぱり自分も成長するので、また作りたいなと思ってるんですけど、また時期を見てね、今度は、ね、広く、ね、メジャーの方に、ね、
できるような CD を作れたらいいなと思うんですけど、これはどうやったら買えるんですか？インターネットとかで買えるんですか？そうですね、インターネットはまだ自分の方でやってないんですけど、もうライブ会場とかで、ライブ会場とかで、はい、やっております。あ、なるほど。ほんなら聞きに行った時には置いてあると。あ、そうですね。これはどこで購入されたんですか？これはね、関西テレビの元、うん、OB の方たちがプライベートスタジオをされてるんですけれども、そこで、まあ、紹介していただいて、撮っていただきました。やっぱりそういうところで撮ると音響とかの設備が全然違うよね。全然何もわからないところから始めたので、うん、こう頼れる人がいてくださるというのがすごく心強くて作りました。でもまたそういうふうなところにご縁するのもね、なかなかね、自分で簡単に CD とかも作れるとか聞いたけど、やっぱり周りの音響とかが、そうですね、その頃はまだそんなに気軽に作れない本だったので、まあ、どうしていいかわからないところだったので、そういう人たちが大丈夫だよって言ってくださることで、こう割とすんなり乗っていけたので。すごいすごいね。 CD も出してるし、また新たな CD もとかいうのもあっていきます。ねえ、はい。今は本当は司会とかそんなのはメインではなくて、話し方そうですね、まあ、教える方と、あとシンガー活動の方をこれからもやっていきながら、はい、人も育てながら、今年は何かイベント計画はあります？そうですね、春以降から結構大きなイベントがだだと入ってきそうなので、うん、また随時宣伝していこうと思っています。ホームページとかなんか、ね、ブログとかホームページはやってますので、常に更新させて、して、はい、いただいていますので。今年の高槻のジャズとかはもう予定があります？はまだね、決まってないんですけど、ね、大体何月ぐらい？そうですね、もうぼちぼち始まって、そういう予定とかスケジュール、大体秋ぐらい、ね、それは高槻のはゴールデンウィークなんですよ。あ、ゴールデンウィーク、あと秋口は京阪のイベントが、開かれた森口、鹿沼、宮川、今京阪沿線沿いずっとジャズでね、流れてますよね。そうですね、あれも ほぼ全部ぐらい、あ、全部ぐらい、はい、関わって、はい、出演させていただいて。あれ何人ぐらい関わるんですか？バンドですか？バンドっていうか、もう関係者とか入れたらすごい数よね。何百人って多分いらっしゃると思うので、ね、スタッフさん、スタッフさんだけでも多分会いきれてないと思いますね。え、でもあれ基本ボランティアで、あ、基本ボランティアですよね。やっぱり地元を活性化したい人たちと、またそのジャズで慶安も盛り上げたい人たちが、本当に日々、秋口ですけれども、イベント1年間を通じてこうね、いろいろ準備して、ね、準備していくのが大変ですよ ね、 すね。当日はもうね、それぞれの場面で歌っていただいたらいいけども、ね、そこにつなげていく、どこで歌ってもらうとか、どうやって誘導するとかね、いろんなね、経緯とか ね、いろんな企画がね、あれに携わってる人ってすごいやろなって思って。でもその一員やもんね。そうですね、ありがたいことに、その啓発ジャズ協会さんもちょっとね、魅力作りっていうね、ちょっと名前は変わらはったんですけど、はいはいはい、私が始めた頃からやっぱり可愛がってくださる方とかいらっしゃって、私もできることとかを、させてはいただいてたので、歌以外も司会とかね、言われればちょっとお手伝いしたりとか、いろいろさせていただいてたので、割と優先的にお声かけていただいたりとか、ね、だから何でも断れへんからこれは嫌とか言われるとね、司会は嫌歌だけとか、やっぱりこうね、そんな裏方までとか言うとね、なかなかこう、そうですね、そんなに偉そうに言われないだろうとかね、こうね、向こう皆さんボランティアで動いてるからね、やっぱり何でもやりますよっていうスタイル、ですかね。ありがとうございますね。やっぱりなんて高飛車じゃなくって、何でもやりますよって言ってくださいねって言われると声かけやすいっていうか、そうですよね。でやっぱりね、声かけた方も、それだけでやってもらったら申し訳ないわっていうね。そうなんですよね。でそのイベントの後にやはりお仕事をいただいたりとか、やっぱ優先的にそういうことで声をかけてくださるので、本当にありがたいですよね。
ぱりそれはね、人脈というかね、うん、そういうつながりを大事にするっていうかね、うん、だからここまで来れたんじゃん。ほんまやね。ねえ、すごくやってましたけどね。やっぱりあの続けるってすごい。本当ですね、しつこくね、出会った頃からしつこくやってますもんね。今はボイス、ボイストレーナーの講師が週何回ぐらい？週で3日です、うん、それも何年目ですか？今5年になりました。5年、はい、どれぐらいの生徒さんっていうか、ね、30人ぐらい私の持ちの生徒はいるんですけども、ね、なんかそれで年間でね、なんかそうなんです、年間の評価される全国の、うん、まあ、400人ぐらい全国で先生いるんですけれども、生徒が辞めない継続率で全国2位をすごいしましたので、すごく嬉しくてね。で、継続する生徒さんが、うん、まあ、継続してきてるっていう、あの、やめなかったんですよ。本当に、本当に大阪学校卒業して大阪を離れる、就職するために関東に行くとかぐらいの子だけやめて、うん、本当にもう1年で2人、3人みたいな入れ替わりしかない感じですね。で、その子たちがこう成長していく姿をまた見れるという。そうですね、うん、一番嬉しいですよ。ね、なんかやってて一番にこれが嬉しかったとかあります？もう日々ね、まあ、社会に出てね、働いたこともあるんですけど、いろんなストレスも、あってね、まあ、いろいろ勉強させてもらったんだけれども、うん、今はもう本当に教室に行くと、私に会いに生徒さんが来て、うん、で帰り何があってもまた元気になって笑顔になって、うん、また自信をつけて帰っていくっていうのを、もう毎回、まあ、1時間の中やけど、ドラマがあって、ね、もうなんか毎回その積み重ねなので、はあ、毎日というか、あ、毎日違うんだよね。そうなんです、そうなんです。その1時間1時間が、そうなんですよ、ね、うん、本当に人間と接するっていうことやもんね、うんうん、ものじゃないので、生徒さんもちょっとストレス溜めたりとか、まあ、お医者さんとかね、うん、来ても、まあ、ちょっと弱ってるなっていうか、まあ、ちょっと疲れてるなと思ったら、ちょっとそのリラックスする方法から始めて声を出したりするんです。その辺もだいぶこう調整とか導き方が身についてきて、それも帰りにはすごくニコニコして来てよかったわっていう感じやね。へー、すごいね。それがストレスにはならなかった？最初の頃はね、正直ストレスだったんですよ。自分先生をさせていただいたんですけど、本当に先生でいいのかなって、今まで自分ずっともう20年近くいろんなレッスンを積んできて、私教える方でいいのかなと思ってて、で、先生になってからも本当に生徒を成長させようと思って、まあ、悩んでこうトライしてきたことが、今すごく花が開いてきたっていう感じだったんですよね。やっぱりそこでやめなかったのがすごかったよね、うん、そうやね、あ、すごかったね。やっぱでも そこからやっぱり今の姿があるんだよ ね、そこでも先生でもなんかもう嫌やって思ってすぐやめてしまうと何も残らないけど、それを乗り越えてやってきたから、こうやって今の姿だよね。で、またそれを生徒にこう、ね、今はこうでもこういう風に変わっていけるよっていう、こう希望とか経験として話していけることがすごい強みみたいだし、なんか先生は分かってくれるみたいなところ。一対一やもんね。陽さん、ここは陽さんでやってるけど、普段ボイストレーナーは一対一やもんね。部屋、まあ、部屋でも2人ぐらいですよね。で、そこから歌手になったりする子もいてるの？まだね、そこまではね、行ってないんですけど、これからね、送り出していきたいなぐらい思ってるんですけどね。素質はある子は？ある子はね、結構ね、います。楽しみやね、ね、まあ、自分がメジャーになることもそうやけど、教えた子がまたそうなんです、メジャーになっていくっていうのも楽しみ、楽しみね。そんな楽しみもあるし、そうやね、まだまだやりたいことありますか？そうですね、その生徒からまた気づきをもらって、あ、そうかって、もうなんか可能性を見るので、この子こんなに変われるんやって、そしたら自分もまだまだ変われる、それなら本に書けるね、でも。
その話し方を通して、なんかその話し方、こんな時はこんなんとかも言えるけども、それを どうアドバイスすることによって、どう変わるかっていう、声の出し方がどう変わるか、人生がどう変わるかっていうのもまた面白い題でね。そうよね。お題やと思う。ね、本当にまだまだ可能性 のある活動をね、はい、やられているリッキーさんに今日はお越しいただきましたけれども、はい、本当にためになるお話。ありがとうございます。もうすごい活動が、私その話し方、自然にこう、何にも考えたことなくって、私もね、今日ね、吉村さんと割と長く古くね、お付き合いさせていただいてるから、吉村さんとお話しさせていただくということで、吉村さんのことを想像したら、吉村さん的に変わってるなと思ってしみじみ思ってね。で、やっぱりその内面が顔に出てて、それが一致しているそのアクティブな女性の代表やなって本当に思ったんです。ありがとう。何も渡してませんけど、これは本当に思ったことです。ね、まあ、だからそうやって自然に、あれや ねやっとったらいいかな。今年でもほんまにますますのご活躍をお祈りしておりますので、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしたら皆さん、さようなら。